3と6は1と同じ機能を持っています。C メジャーの曲の場合。例えば E の下にノートを置くと何が得られるでしょうか？そうですね、C メジャーナインスが得られます。6番目の音程では最も低い音を取り除き A をトップに置くと何が得られるでしょうか？そうですね、C6 が得られます。では C6 はちょっと変わったコードですが、なぜでしょうか？それは通常のターシャンスタック、3度音積みとして知られるスタックされたサードではないからです。代わりに C6 は2つのサードとセカンドです。一般の人は C6 を Am7 の単なる展開というかもしれません。理論的にはその通りです。しかし音楽理論が実践上時々機能しないのです。その理由は何でしょうか？それは人間の耳には違う響きであるからです。私は個人的に C6 がある種の A マイナーコードであるとは思わないのです。にもかかわらずこれらのコードが非常に似ていると言えます。では即興演奏家としてこれが何を意味するかというと、即興演奏する際に Am7 として考えるのではなく単に1として考えることが重要です。同じことが Em7 にも当てはまります。 C メジャーの曲で Em のコードがあればそれは単に1と考えます。ですので3と6は1と同じ機能を持っています。分かっていただけたでしょうか？ご視聴ありがとうございました。